立憲民主党今井正人、加計学園デマを継続。本日も立憲民主党の、え立憲民主党会派の今井正人さんが、このように。加計学園の問題は実はまだ全然解明されておりませんでして。加計学園デマを、あの、加計学園の問題は実はまだ全然解明されておりませんでした。<で>もうですね、国民はこの森友だ、加計学園だのですね、デマにうんざりしております。 先日森友学園に関しては、工事を行っていた業者が立憲民主党や共産党に発言を捏造されたと告発していたんですけども、今井さん、どれだけ無能なんですかわざわざ国会で加計学園デマを流さなくても取り上げるべき問題はたくさんございます。そういった 国民が身近に感じてて、いる問題を取り上げて国民のために仕事をすればいいだけなのになぜ今井さんはそれができないんでしょう今井さんは何のために国会議員になって国会で騒いでいるんですかもう本当にですね繰り返しになりますがこういった 森友だ、武田のデマに国民はうんざりしておりますので、今井さんにはぜひともデマを流さずに、しっかりと国民が抱える他の問題について、議論をし、解決を図っていただくようにお願いいたします。以上になりますご清聴いただき ありがとうございました。